ケルネル・ジュラは、ハンガリーの陸上競技選手。彼は1896年に開催された第1回、アテネオリンピックのマラソンの3位入賞者。ケルネル・ジュラは1871年に、ブダペストで誕生した。ケルネルは、アテネオリンピックのマラソン競技に参加した17、選手のうちの1人であった。17選手の内訳は開催国ギリシャから13人、オーストラリア。 フランス、アメリカ、ハンガリーから各一人だった。参加選手のうち、地元、ギリシャからの選手を除けば、それまで 40km の距離を走った経験があるのは、ケルネルただ一人だけだったと言われる。彼は3位のスピリドン・ベロカスから5秒遅れの4番目に、スタジアムへ帰ってきたが、3位に入ったベロカスが、コースの一部を馬車で通過していたことが発覚したために、 順位が繰り上がって3位となった。この時のケッルネルの記録は3時間6分35秒というものであった。1940年にソルノ区で死去し、同地に埋葬された。オリンピック出場時における当時、本人にはメダル授与はなかったが、今日では IOC のメダリスト名簿にマラソン競技最初の銅メダリストとして記録されている。 1> 第1回アテネオリンピックでは3位の選手へのメダル授与はなく、優勝者には銀メダル、第2位の選手には銅メダルが送られていたが、獲得メダルの表示は、便宜上、第2回オリンピック以降と同様の表示を用いている。この大会でのマラソン競技の距離は 40km とされていたが、後年の調査によると、実際には 36.75km だった。 ケルナーグラ2015年10月11日閲覧。ありがとうございます。